イオンモール参考は、大分県中津市に所在する、イオンモール株式会社ウニエの複合商業、施設型ショッピングセンター。店内は、バリアフリー対応となっている。1996年12月7日、下下郡参考村に、イオン参考ショッピングセンターとしてオープン。2003年3月21日に、ジャスコ参考店、ホームワイド参考店などを、リニューアルオープン。 2005年3月1日、市町村合併に伴い、住所が下下郡三甲村から中津市三甲になる。2007年9月22日に、施設名称がイオン三甲ショッピングセンターからイオンモール三甲に変更された。2008年より、毎年9月に、中津市の名物である唐揚げの祭典、カラフェスが開催されている。2011年3月1日、 イオンブランド統一により、ジャスコ参考店からイオン参考店に名称変更。これにより、棟屋や玄関上部にジャスコロゴが配置されていた部分も、いいにやり替える。2016年8月20日をもって、ホームワイド参考店が閉店となり、ホームワイド参考店だった場所の大幅な、リニューアル工事や壁の色を塗り替える塗装工事などをし、同年12月2日にリニューアルオープンした。 2019年12月3日、セントラルシネマ参考のオープンに先駆けて、フードコートをオープンした。2020年3月27日には8スクリーンの映画館、セントラルシネマ参考が開館した。各店舗のイオン参考店のほか、約90の専門店テナントが出店している。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、 ショップガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト営業時間サービス案内を参照セントラルシネマ参考はイオンモール参考シネマ旨に所在する映画館セントラル観光株式会社が経営運営する2019年1月24日セントラル観光はイオンモール参考にシネマコンプレックスを開館させると発表した 同年6月3日には、非公式が行われた。映画館のオープンに先駆けて、同年12月には、イオンモール山港内にフードコートがオープンした。2020年1月23日、セントラル観光は、映画館を、同年3月7日に開館させると発表した。しかし、同年2月以降には、新型コロナウイルス感染症が流行し、開館が延期された。3月20日、 公式ホームページにて3月27日にグランドオープンすることを発表した。3月27日、20日の発表通り開館した。セントラルシネマ参考の開館により、中津市の映画館としては、2011年に中津シネマが閉館して、以来9年ぶりの映画館復活となる。西日本で初めて全スクリーンに四軽レーザー映写機を導入したで、キッズスペースや、 フードコートも設置している。イオンモール参考シネマムネ。唐揚げフェスティバルは、イオンモール参考で、毎年9月に開催されている、グルメイベントである。略称の、から、フェスと呼ばれている。動員人数が累計で100万人を超える、グルメイベントであり、平成20年から毎年1回、大分県中津市、宇佐市の唐揚げ専門店が、30店舗以上集い、開催される。 開催期間中は、ステージイベントなども催される。企画イベントが行われることもある。イベントキャッチコピーは、唐揚げの聖地で年に一度の味比べ。主催、開催実行委員会の、唐揚げフェスティバル実行委員会は、株式会社 FM 中津であり、唐揚げフェスティバル、カラフェス及びロゴマークについても、株式会社 FM 中津が商標を取得している。第4回唐揚げ、 フェスティバルで 1076kg を上げてギネスワールドレコーズ2015にて正式に認定された。しかしその後平成29年にこの記録は鳥取県の株式会社大船鳥により 1.530kg の記録にて更新された。最大の唐揚げ供給量1.6トンのギネス世界記録の挑戦で更新し最高記録を取り返した。 唐揚げフェスティバルは中津市で年に1回開催されているほか、全国各地で出張版としても毎年開催されている。開催されている場所は以下の通り。専用バス、中津駅から大港北部バスの専用バスで約15分。資金には国道10号、国道212号、東九州自動車道が通っている。福岡県高下町からは、 高下町コミュニティバスがあり、イオン参考に停車する。詳細情報は公式サイト、アクセスガイドを参照。唐揚げフェスティバル公式 HP、一般社団法人日本唐揚げ、協会株式会社 FM 中津イオン参考店に関するカテゴリー、唐揚げフェスティバルに関するカテゴリー、ありがとうございます。